はい、では、かチちゃんルです。えー、チームトラさんの最新情報ですね。えー、お伝えしたいと思います。今度はリンさんとピールさんとマケナシさんですね。えー、この3名のものになります。えー、今回はですね、やっぱりは選挙関係が多いです。えー、だいぶ明らかになってきてるっていうこともそうなんですけども、えー、一個気になったんが、あの、スウォールベルですね。あの、ハニートラップにかかった、えー、あの方のことをですね、マックさんがちょっと言っておられましたので、えー、お伝えしたいと思います。 まずはリンさんからですね、いきます。えー、熟練した裁判弁護士の最も強力な武器の一つは、相手方や不利な証人に対して徹底的な反対尋問を行うという神から与えられた能力です。真実を隠していたり、虚偽の報告をしている証人は、熟練した検査官の前で宣誓させることを恐れます。 私は来週アトランタのウェイド・グリュンベルク・ウィルソン法律事務所のニコル・ウェイド、ジョナサン・グリュンベルク、テイラー・ウィルソンの宣誓証言を楽しみにしています。ご存知の通り、彼らはオフィスシェアをしていた元パートナーで私に対して軽薄な訴訟を起こし、それが全国的に敵に利用されて私を不当に中傷しています。さらにジョージア州弁護士会は私の弁護士資格を不 不法に攻撃するために、えー、ウェイド・グルンベルク・ウィルソンによる虚偽の重傷に依存していたためこれらの先制証言を確認したいと考えています私はこれらの先制証言で真実を明らかにする準備ができていますすべての嘘が明らかになるでしょう期待していてください凛ということですねだから来週とうとう始まるんですね あのー、ずっとこれ言っておられますもんね、リンさんがね。まあ、先生証言させられたらね、ね嘘ついてたことを、やっぱもうすみません、もう嘘ついてましたわと言うしかないでしょうからね。で、ナンシー・ルース・メイスは2021年からサウスカロライナ州第1議会区の連邦議会議員を務めています。メイスは理の共和党員で 2020年11月のあの時の監査を支持していません。メイスは We the People of South Carolina の代表ではありません。メイスはトラさんを純粋に支持していません。彼女は羊の皮をかぶった狼であり、メイスは SC パトリオットの裏切り者ですと。 えー、メイスの対抗馬として出馬した彼女をワンタームメイスにする準備ができている素晴らしい SBC の愛国者たちがいることを私は知っています。ぜひ実現させましょう、えー。マキシック・マクマスター・グラハム・カバルは私が夜に静かに去ると本当に思ったのでしょうか。私は決してやめませんと、えー、そういうことを言っておられました。 ジョージア州があディーナの,かあの機械ですね。数数えるやつの機械の、えー、それを捨てたら、ジョージアガイドストーンも取り壊して捨てなければなりません。私は自分の研究をしました。点と点が繋がりました。ジョージアギド,ギドストーンズは純粋な悪の象徴なのですと。えー、そういうことを言ってますね。今日は、えー、私が心から尊敬するアメリカの伝説的なリーダーから手書きのメモを受け取りました。この人は、 私たちが自由であり続けるために、アメリカのために神の意志を果たすべく日々努力している人です。そのメモは個人的なものでしたが、キープファイティングという励ましの言葉が書かれていました。私はそのようにするつもりです。自由を愛する我々国民もそうするだろうと思っています。私は決してやめません。私たち国民は決してやめません。ということで言っておられました。偽司法長官メリック・ガーランドが、 アリトナ州での選挙の嘘を明らかにするために熱心に活動している愛国者たちを脅かしています。えー、メリック、あなたは聖書を読んでいないのでしょうかそれとも神を信じていないのでしょうか幸運を祈ります。えー、フェイク AG と、えー、そんなことを、ね、言ってますね、えー。冒涜的な表現で申し訳ありませんが、このメッセージを正確に共有される必要がありますと、えー、そういうことを言ってますね。 なんかこれも記事でちょっと見たんですけど、あのー、今、監査を、まあ、その数か、ね、なんと、選挙のあれがちょっと悪かったから、監査しようやっていう流れになってるんですけど、えこ、ー、の司法長官が、その、監査をしてる人に対してちょっと調査しようか、みたいなね、えー、なんかそんなこと言ってるんですよね。 まあ、司法長官でさえこんな感じですからね。まあ、ほんまに、まあね、ね、寝不よい、ね、ぶ深いんで、寝、ね、不、寝、ね、よいってどういうことですかね。ね,ねぶかいんでしょうね。えー、DS のあれがもう浸透してしま、うそこまで浸透してしまっていると、えー、そういうことですね。リンさんはこれで以上になります。えー、次、ピエールさんですね。えー、ピエールさんに聞きます。えピエールさんがちょっと記事ですね、いくつか紹介されてます。 まだの紙ですね。その東京スラの紙が、あの、民主党のところの州で、えー、直前にこう変更されてると。なんか印刷会社が変わってるなんかそんな感じの記事ですね。それを紹介されてます。だからまあ実際そういうこともあったんでしょうね。で、その、まあ民主党側のところで変更するっていうことは、まあ奴らはね、もう悪いことしようとしてるしかないでしょうから。 まあそういうのも分かってきてるということですね。で、あとは、あの、バージニア州バージニア州が、えー、アリゾナのあの監査を視察に来てます。で、それを見て、もうこれはもう、日のうちところあらへんじゃないこと。完璧やんけっていうことをですね、議員さんがちょっと言ったようですね。 アマンダさんという女性の方が、えー、そういうふうに見て言っておられましたのでだからバージニア州の方でもそういうことが始まっていくんじゃないかと、えー、そういうふうに思いますね。 で、あとはリンデルさんですね。もうマイク・リンデルさんが、えー、土曜日に、あのー、イベントをね、開催して、えー、そこにトラさんが出演するっていうね、えー、そういうのが、えー、出てましたので、えー、それを紹介をされてますね。無料でチケットを手に入れてねー、言って、えー、オープンは午前9時からのようですね、えー。そこで始まると。その紹介をされてます。いや、これもかなり期待できますよね。まあ、多分、その、 えー、みんな元気ですかとか、そんな感じのね <laughs>、まあ、その元気ですかとか言うでしょうけど、えー、すごいこと言ってくれると思いますんでね、またこれは分かり次第、えー、お伝えしたいと思います。で、あとはその、リンさんが言ってたと内容で同じで、あのー、メリック・ガーランドさんですかあのー、監査する人の、えー、ことを調査する言うて、えー、そんなことおかしいやろうっていう記事です。えー、それを紹介されてます。 実際よようわからないですよねあの,あの大統領の時の件もあの悪いんちゃうんかってまあ噂まあ今現状まあ噂が出て今それを調査してるわけなんですけども早よせえと <laughs> 司法長官その監査してる人を調査する前にその調査をはよお前らがやっとけっていうね、えー、そんな風には思うんですけどねでアリゾナ州は えー、自由で公平、公正かつ安全な選挙を受ける市民の権利を守ることにおいて全米をリードする立場にあります。選挙の健全性は、ある政党が他の政党より優位になることはありません、えー。健全性は政党、人種、性別、収入に関係なく、すべての有権者に利益をもたらします。司法省が最近、選挙に関するあの憲法上の権限を行使した。 アリトナ州議会議員を公然と表現標的にしたことは権力の乱用であり、この連邦,連邦機関内で起きている嫌な政治家を端的に表しています。アリトナ州の議員として、ビーレン政権とその手下たちにはっきりと言っておきましょう。えー、合衆国憲法は我々が選挙を立法的に監督・管理することを明示的に認めているのです。我々の邪魔をしないでいただき 欲ししいと、えー、ことこ言っておられましたその選挙の完全性ですね。それは、えー、私たちが自由な国であり続けるために非常に重要なものです。えー、あの時の悪い行いがまたは違法であれば、えー、私たちの国は法の支配を失います。そして私たちは自由を失います。我々国民の間には2020年11月のあの時が悪い行い、えー、または 違法でああるというそうそ大きなレベルの懸念があります私たちの国とその未来にとってそれが完全性が重要であることを考えると2020年のあの時を全ての州で感謝することは税金の素晴らしい投資になると思います弊害は何でしょうか私たちは選挙のそういう完全性よりとんでもなく重要ではないプロジェクトに何兆円もの紙幣を使っていますそういうことを言ってますね であと1月6日の国会の時,あの,時の件ですね、えー、その監視カメラの映像ですかね、それをちょっと紹介されてるんですけども、ト、え、ラ、ーまあ、さん支持者がねそういうちょっと変なことしてしもたってったあの表情はなってますけども、もう全然ちゃうと、もうこれも組織化されても取れないかと、えー、<laughs> もうプロやんけー言うて、えー、そんな感じですかね、それをちょっと紹介されてますね。 ま、あとはその D のあの機械ですね。えー、その件で結構な資料ですね。えー、それを紹介されてました。だからやっぱあの機械も相当悪いんでしょうね。まあ、その悪いのは当然なんですけども、まあ、今まで悪かったんちゃうんか、言うて、あの機械の会社自体がいや、そんなことあるかいやー、言うてね。えー そう,そういうことを言うこと自体がなんかもう陰の坊やんけ言うて言われてましたけどもいろいろこう調査するにあたって結構出てきてるんでしょうね。ピューさんこれで以上になります。えー、次、マケさんですね。マケさんいきます。えー、マケさんがやっぱりその司法省ですね。あの選挙の監査の件です、えー。それに関与することになったと。えー、楽しみやっていうそんな感じですね。 だからこいつらが何やるかがすごい楽しみやということですかね。まあじゃあなんかパッと聞いたらそんなことをされて大丈夫かなってちょっと不安に思っちゃうんですけども、えー、全然楽勝っぽいですね。<laughs> 何されてもまあ大丈夫でしょうね。まあそんな変なことを、えー、することもないでしょうし。 で、ここですね。えー、スウォルウェルさん。えー、スウォルウェルさんの電話が、えー、トラサン政権に召喚されたと。えー、もちろん彼は数のパイです。すべてを把握してますよっていう、えー、そんなことを言ってます。 まず、このスウォルウェルさんは、あの、ハニトラですね。あの、中国の、えー、ハニトラに引っかかってもた、言うて、えー、その方なんですけども、あの、ハニートラップウェルですね。噂のハニートラップウェル。えー、ハニートラップウェルの、これ、電話がっていう感じ、本っていう書き方なんで、えー、電話だけ、トラさん政権に行ったっていうことですかね。ちょっとここはね、あの、細かい内容はわかんないんですけども、まあ、もしかしたら、それがほんまに、行われて、 ルーンやったらめちゃくちゃ情報出てくるでしょうね。そのハニートラップウェルだけじゃなくていろんな、えー、トラップウェルが出てくるかもしれないですね。はい、本日はこれで以上になります。えー、また新しいとありましたらお伝えしたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。